コムズです。イエーイ、イエーイ。というわけでね、今回はね、この4人今めちゃくちゃバラバラですけど、その気になったら我々、はい、維新電信、うん、お茶の子サイサイと、いや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 、協力でしょ。協力するのはね、協力しかしてこなかった、うん、だから、まあ、今回はちょっとジェスチャーゲームをやっていこうかなと思います、はいはい、この4人の中1人だけお題を読むことができます。見ることができる。うん、見ることができる。で、そのお題をね、ちょっと向こうにいるマネージャーの坂月がちょっと書いてくれるんですけど、うんうん、まあ、この4人の中で誰か1人ちょっとそれを見て、じゃあ用意スタート。まあ制限時間も1分ぐらいあるよ。いやいやいや、1人以外は知らないと。知らない状態で、じゃあその1人がジェスチャーやっていくんで、まあみんな使ってもいいし、うん、その人1人だけでやってもいいし、で俺のジェスチャーが一体どういう内容なのかっていうのを全員当てれると思うんで、うん、はいはい、まあ、それ今回ちょっと俺らがどんだけ一心伝心伝えるかっていうのも、うん、今回はただただ見ていくだけの企画でございますよ。あー、なるほど、ね、うん、見せつけてやろうよ、見せつけてやろうよっていうような協力プレーとなってます、はい、ちょっとお題をね、坂月が考えてくれてるんですけど、はい、まあ、どんなお題が来てもね、俺らは余裕ですという感じで待ち受けましょう。はい、うん、じゃあまず最初に俺たちが、誰がちょっと見るかっていうのをちょっと決めたいなと思います、うん、まあ、ちょっとこれちょっと変な話、うん、じゃあここが一番大事かなっていうまあ、うん、まあ、誰が見ても一緒ですよ、もちろん。そうやね、うん、誰が見ても一緒ですけど、うん、キラハン見ない。俺見ようかな。あ、そうやね、いいですか。あ、いいよいいよいいよ。じゃあもう余裕やじゃあ早速やっていきましょうじゃあまず僕見ます。はい、見てきますね。はい、お願いします。考えてる考えてる、ちょっと待ってね、ちょっと俺に任せて、ちょっと大船に乗ってきましてね、はい、これ俺、マジで当てれる気がするから。あ、マジで、うん、はい、はい、はい、じゃあ早速、はい、やっていきますよ。はい、はい、ちょっとやる前の顔ちょっと見せて。やる前の顔、うん、待って、うん、あー、なるほど、あれね、あっちね、あっちかねじゃあ1分測ってください絶対1分以内で気につけて喋っちゃダメなんだ。喋らない、ジェスチャーですか大丈夫ですか、okay、ジェスチャーだけですよまあでも使われるかわかんないから。そうだね、スタートか切り替えて、切り替えて、俺は役欲しいじゃあ行きます。よーい、スタート。走ります、はい、スライディングしたらベースが飛んでって観客の頭に当たる、爆発するじゃあ答えを見てもらいましょう。野球をしていてスライディングをしたらベースが飛んでいって頭に当たる。イエーイ、すごいすごいすごくない？わかりやすい、すごいよね。もう俺途中で分かったから、キャッチャー役やりたかったいや、正直邪魔やな俺よく何してんの俺キャッチャー役やろうかなって思う。あ、そういうことか。でも最初のシアハンも投げたから、俺最初俺キャッチボールかなって思う、はい、いや俺だから迷ったよ、こうやってやられた時に、はい、こっちなんかこっちなんか迷って、まあ、俺野球一回投げてるよ、はい、そうだね、絶対投げ返してくるから分かるからすぐ打たなきゃじゃあ野球になんないよ、うん、もう簡単ですよ。簡単だ、もう15秒以下で分かる。でもあいつら絶対量舐めてる。じゃあ逆に行く俺ら3人が見て、りょうちゃんがあ、それいいじゃん。あ、いいよいいよいいよ、りょうちゃんが答えたら、もうここは4人はそうだね、だからちょっと
登場人物多めとかなってるんで、でもね、わかりやすい、うん、それでいこうよ、それでいこう、うん、というわけで、はい、ここからは、エクストララウンドとさせていただきます、はい、もう俺ら、俺と友人とカラス君3人が絵を見てジェスチャーするのをりょうちゃん1人が当てるっていう形でもうビシッと決めるっていう話になりました。オッケーオッケー。なのでちょっと俺も一回見てきますね。頼むよ。はい、いい役しようだ。余裕よ、今度余裕、うん、一個一個ちゃんと見えるから、もう30秒でいいわ。なんならなんならね、うん、なんならそう、その例で30秒でいい、きついって。いや、まあ、絶対いける絶対いける、うん、じゃあいきますよ、よーいスタート。4、3、2、1、終了です。言うよ、もう、いいよ、いや、じね、ゆまに掃除をしてたら、うわ、ソファーの下からお金を見つけてイエーイってなったけど、喧嘩になって取り合いにした。じゃあ答えを見ていただきましょう。答えこちら、どうぞ。ドン。掃除をしていたらお金を見つけて殴り合いをして取り合う。正解でしょ。イエーイ。以上、ジェスチャーゲームでした。